はい、お待たせいたしました。続きまして、ファクトリオと、まあ、順番が入れ替わりとなりましたが、タイムラインの 2% となります。はい。で、こちら、解説が、います。いる感じです。はい。ということで、引き続きですね、司会兼、解説で、出演させていただきます。はい。ちょっと休みながら行きます。はい。タイムラインですね。まずゲームの、紹介から、進めさせていただきます。タイムラインはですね、もともと、小説ですね。はい。日本だと、例えば映画でそのジュラシックパークとかの、まあ、あの、原作を、まあ、書かれている方、マイケル・クライトンという方なんですが、まあ、この方の小説にタイムラインというのがございます。で、その中で、まあ、その小説をもとに、このようにタイムラインを作って、こちらが2000年の11月ですね。で、この前に、映画ですね。でも、この作品は出ておりまして、2003年に映画化されております。いや、音声おかしいですかね。Welcome back to Summer Games Done Quick 2021 online. I am the Kyle Thomas. So great to be here. あ、大丈夫ですかね。まだダメですかね。ちょっと、すいません。自分の声が聞こえてない状態ですか。あ、大丈夫ですかね。ちょっと今、あれですかね。途中で画面共有の方をつけちゃったから、入っちゃったかもしれないです。申し訳ない。ありません。はい。では続けさせていただきます。はい、でこの小説自体、原著に関しましては150万部を売れる、まあ、大ベストセラーという作品でございます。先ほどの通り、まあ、ゲーム化もされ、まあ、映画化もされというところなんですが、まあ、実際にその中身のところですね、お話をさせていただきますと、これで、まあ、タイムラインというタイトルでもそうなんですが、まずですね、まあ、タイムトラベルものですね。もともとこの作者の方自体がもう、いわゆる SF 系に非常に特化、された方ですので、まあ、そういった作品で、まあ、タイムトラベルものを今回取り扱っているというところですね。で、内容としましては、まあ、まあ、リアルタイムなところはいいんですけども、実際には、その、じゃあどの時代に戻るかですね、というところなんですが、14世紀、時代は14世紀、イギリスとフランスで起こった100年戦争が舞台となっております。で、これちょっと映画版の方からすみません、抜粋をしている状況なんですけども、このニューメキシコですね、アメリカのニューメキシコ州の、まあ、砂漠にですね、突然こう道路に老人が現れるんですね。で、その老人はもう亡くなってしまったんですが、検視した結果、臓器であったりとか、血管がずれている。レントゲンとかを取ると全部ずれちゃってる。いや、切れてるような状態になってるんですね。で、そういった状況がありながら、一方ですね、フランスでは、とあるその修道院の遺跡を発掘する、発掘チームがその調査を行っていたんですが、なんと、まあ、時代的には2000年あたりの時代なんですけども、その14世紀の遺跡の中から、現代のものとしか思えないメガネのレンズが見つかります。それと同時に、なぜか、その調査チームのリーダーである、まあ、教授がいるんですけども、教授の筆跡、そっくりのヘルクという、とあと1957かな、はい、というものが見つかります。これはどういうことだと。いうことだったんですが、実はこの調査チームにはスポンサーがいまして、そのニューメキシコにある、ある IT 企業、大きな IT 企業がスポンサーになってたんですね。で、たまたまその教授は、そのスポンサーのところに行っていたので、その場にはいなかったんですけども、その後を追うように、その見つけたメンバーも、その会社、ITC という会社なんですけど、そちらに今行きます。すると、その ITC の、CEO から、なんと教授は14世紀のフランスに行ったという話が出てきます。で、行って、
救出してほしいと言われるところなんですね。で、まあ、教授がもういなくなってしまって、まあ、そのメンバーの中にその教授の息子もいるんですけども、じゃあもうしょうがない、助けに行こうということで、その調査チームのメンバーが、14世紀のフランスに同じように向かうというところが、まあ、プロローグ的なところですね。で、すいません、先に言うのを忘れました。私、ちょっと、小説までちょっと読む時間がなくて、映画だけ借りてみました。で、その今回の創始者さんの動画を見ました。なので、もしかすると、まあ、ゲームの方が先なので、結構内容が違うところがあると思います。なので、もし、ポパー小説がこうなってるよって、もしご存知のある方がいらっしゃいましたら、指摘いただけると幸いです。はい。映画はですね、まあ、細かいところまで、ね、まあ、見ちゃうと、結構、あれって思うとかあるんですが、非常に内容としては面白かったです。はい。で、原著もね、この後また読んでみたいなとは、思っております。で、原著はもう先ほどの通り、このマイケル・クラン・クライトンさんが、非常にこう、一つの、なんかその、新しいテクノロジーに関するテーマを持っているんですね。で、今回そのタイムトラベルするにあたっては、ですね、まあ、いろいろこれ、世の中、こう、いろんな小説でタイムトラベルものってあると思うんですけども、今回は、量子レベルまで人間の体を分解して、それをまあ、電気信号みたいな感じで、流して、向こうでそれを再生するみたいな感じでタイムトラベルします。はい。これが結構肝で、さっき、謎の老人の体がずれている理由になるんですね。で、現状ではここの、量子単位で分解するっていうところの細かい話がかなり濃密に書かれているそうです。ちょっと、映画はもう2時間ぐらいの話なんで、その辺は結構端折られている感じではあるんですけども、そこは現状の方を読んでいただければと思います。はい。で、まあ、作品の話はまたこの後、順に話をしていくんですけども、次に奏者の方の、紹介させていただきます。今回の方がですね、ハバードさん、それではよろしいでしょうか。という方が、ワールドレコードを持たれています。19分52秒。です。なので、かなり早い展開で進みますので、一応ですね、ストーリー的なところはその場で追って話をしていきますが、まず RTA 的なテクニックがですね、2つ大きくありますので、先にそれを紹介しておきます。まあ、まず1つが、画面の中央下にセーブとロードが出ます。今セーブしました。今ロードしました。これが出ます。この段階でちょっとさせていただくと分かると思うんですが、このセーブロードを使って2つの悪いことをします。1つは、セーブをして、ジャンプをしてから、ジャンプ中にセーブを取ります。で、即座にロードします。すると、なぜかもう一度その場でジャンプすることができます。いわゆる空中浮遊。これを結構使います。はい。で、クイックセーブ、クイックロードがこのゲームできるんで、すごい勢いでパッ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 とジャンプしていくような流れですね。結構やっぱタイミング的には難しそうな感じでプレイされていたんですけども、これを結構あっちこっちで使います。で、それで、めんどくさいギミックを飛ばしていきます。はい。ね。あまり街でね、飛んでる人見ると思うんですけど、まあ、あれをね、このゲームでもやっていきます。で、もう一つ。今度はセーブしか使えません。で、これちょっと原理がわからないんですけども、このストーリーは、先ほどの通り、イギリスとフランスの100年戦争の途中の話、まあ、架空の話なんですけど、時代的にはそこです。なので、イギリス兵とフランス兵が戦っているところを通り過ぎたりします。あと、自分に襲いかかれる時がいます。その時にセーブを連打しながら行くと、なぜか敵が反応しないようです。それで戦闘開始します。というのが大きな、まあ、グリッチというにふさわしい内容かなと思います。はい。なので、
14世紀のフランスに行っていただくときは、セーブを連打しながら行くと、エンカウントをね、こう避けることが、エンカウントというか、人に殴られないようになりますんで、フランスにこれから旅行されるときは、ね、セーブを忘れないように、こう、あと、ロードもですね、セーブとロードをね、忘れないように、準備していただきたいなと思います。もう少しちょっと時間がありそうなので、少しお話をしますと、ですね、先ほどその小説を書かれた方は、マイケル・クライトンさんなんですけども、映画の方ですね、映画の方のタイムラインを、作られた、監督をされた方ですね、がおりまして、ちょっと待ってくださいね、しまった。ページ開くの忘れてた。ですね。あとだけお待ちくださいね。準備不足で申し訳ありません。ちょっとしたお話なんですが、この映画の方の監督をされていた方が、リチャード・ドナーという方なんですね。この名前でピンとくる方は多分いらっしゃるかもしれないんですけども、この方が、オーメンとか、初代のスーパーマン、あとグーニーズであったり、日本だとリーサルウェポンとか、シリーズでよく出てると思うんですが、で、今回のそのタイムライン、というところの、メガホンを取られた方なんですが、あと、X-Men シリーズですね、もう最初の頃も、担当されております。ちょうどですね、この7月5日に、このリチャード・ドナーさんが、お亡くなりになりましたので、ご冥福を祈りつつ、今回は解説をさせていただきたいなというふうに、考えております。はい。非常に有名な作品の、映画の作品をですね、担当されている方ですね。はい。はい。というちょっとしたあれだったんですね。もしかしたら、1357年とかに飛んでしまったのかもしれないですね。はい。はい。ということで、まず前段の解説としては以上です。少々お待ちください。My hands are fine, but they're just taxing to use on your hands, right? And like a lot of people have had issues with them.はい、まだそうですね、当社の方とお話をされているようですので、このイベントの概要についてお話をさせていただきたいと思います。現在、ジャパニーズリッツストリームでは、海外オンライン RTA イベントのサマーゲームスタンクイック2021の様子を公認で日本語ミラー配信しております。サマーゲームスタンクイック2021とは、ゲームスタンクイックのチャンネルで行われるオンラインチャリティーイベントです。ゲームのやり込み要素の一つであるリアルタイムアタック、通称 RTA を視聴していただくことで寄付を募っております。今回集まった寄付金は国境なき医師団に寄付されます。国境なき医師団は独立、中立、公平な立場で医療、人道援助活動を行う民間の非営利団体です。寄付と関連して特定のゲームには高難易度の変更やエンディングの選択肢が予定されており、各項目ごとに設定された目標寄付金額を達成した際に行われます。また、寄付金額を表に見立てたビット号によってキャラクター名や選択肢などが決定されることもあります。寄付金額に対する報奨は、こちらの URL からご参照ください。はい。また、SGDQ2021 の寄付は、直接サイトから行っていただく方法もありますし、GDQ のツイッチチャンネルですね。こちらから、キッズやサブスクライブを行うことでも可能です。また、GP やファンゲーマーといったところからも、GDQ の公式のグッズが出ておりますので、そちらを購入することで、間接的に寄付をすることも可能です。直接の寄付は、カードによってちょっとできないこともあるんですが、まずね、一度試していただければいいかなと思います。で、寄付金額によって、プライズというものがあるんですが、おそらく日本からの場合はあまりプライズは多分もらえないと思うので、そちらご注意ください。はい。今後ですね、ジャパニーズリストリームとしましては、
こういった、海外のスピードランイベントを今後もミラー配信する予定です。Twitter や Twitch のフォローもよろしくお願いいたします。直近では PSA ですね、の、リストリームをすることをすでに公表しておりますので、そちらもまた、お楽しみにいただければと思います。はい。ということで、私の一押しは、昨日も言ったんですが、イエティにあるアンタイトルドグースゲームの T シャツ、ぜひともまずはご覧ください。超かわいいです。はい、ゲームを楽しみです。はい、そうですね、今本家の方のサブスクライブをすると、このダチョウのね、鳴き声、もう日本だとガーですけど、ポンポンこっちでね、こういったアイコンも使います。非常に可愛いアイコン、今回増えてますんで、そちらもね、使っていただければ幸いだと思います。はい。ということで、ちょうどね、ゲーム画面になりましたので、いいタイミングでしたね。はい。こちらね、2000年のゲームなので、はい、なかなか、まあ、その当時のインターフェースな感じですね。はい。はい。ゲームをお願いします。個人的一押しです。さて、始まるかな？始まりますね。はい。始まりました。グッドラックです。はい。まず最初に今棒を取りました。この謎の棒は謎の棒のまま進んでいきますので気にしないでください。ということで、まずそのテレポ、まあタイムトラベルするための準備段階の部屋に入ります。ここですね。はい。で、ここでそのまあパネルを押してねっていうところで、パネルを押すと、ここで、まず X 線のレーザースキャンを受けます。で、そのまあデータ化するための、初期化も行われて、除染後に、この、今ここにいる3人の人のデータを作っています。先ほどの通りね、量子化してテレポーテーションする形になりますので、そのデータを今作っている感じですね。はい。で、この3人が、まあ自分がクリス。で、この男性が、バレット。で、後ろの女性がケイトですね。で、基本的に、自分のクリスとケイトを中心で動く形となります。はい。ということで、今、準備が終わりましたんで、実際のタイムトラベルのチャンバーの方に歩いていきます。はい。でね、なんか天候荒れてるんで早く売れって技術者の方に言われるんですけど、ここで、まあ、パスコード入れます。でパスコードは、上の字幕に出てるんで、まあ、そのままですね。はい。はい、579。そうすると、タイムトラベルのチャンバーの方に、まあ、今、人間の VC ゲットね、が、流れていくんで、まあ、この3人分のチャンバーに入っていきます。まあ、早押せって言われてるんですけど、まあ、とりあえず走っていきましょう。なんとですね、これ準備してから2分でね、このあちらの時代に飛ぶことができるそうです。はい、今、ちょっと入りましたね。はい。で、その戻るときですね、これ映画でもあったんで、多分現状でもあるんですけど、戻るときにはマーカーというものを使うんですね。で、映画だとマーカーのボタンを押すと、そのままもうダイレクトに飛ぶんですけども、この後見ていただくと、ちょっとね、映画と異なります。はい、今もう1357年、フランスに飛びました。これ、危機ごと飛びます。で、マーカーを押すと危機が来るので、それをまあ呼び出す。土地が必要って形ですね。はい。ということで、もう、14世紀フランスに行きました。えらいとこに出てきましたけども、ここで、誰だったかな。そこに今、上に人が、あ、これ出てきましたね。この人が、まあ、デッカーっていう人なんですけども、この人には気をつけろって言われてるんですね。ただ、今回の RT では、この人が何やったのか全然わからないです。はい。今回カットシーン全部飛ばしちゃうので、全体的な流れはあまりよくわからない。あ、今飛びましたね。はい、セーブロードしましたね。めっちゃ飛びましたね。はい。まあ、いった形で空を飛んでいきます。はい。で、ここ坂になってるんで、滑っていくステージになります。どんどん滑っていきます。ここでケイトが、歩くのはちょっと急すぎるからと思ったらカットシーンやるんか。初めて見た。
ここで、あれなんですね。で、バレットさん出てこないと思ったら、ここでバレットさんお亡くなりになってたんですね。ということで、ここからケイトとプレイヤーであるクリスしか出てこなかった理由が今私にも分かりました。これも原作と全然違います。はい、原作というか映画ですね。はい、ということで、目的であるカステルガードの街まで歩いていきます。ここ坂になってるんで滑っていきます。はい、で、途中にある岩とかに当たるとダメージが食らうんですけど、左下にある数字ですね。今50かな。あれがあのライフになってます。0になったらゲームオーバーですね。はい、どんどん滑っていきます。はい。で、滑っていって、こうやって、ケイトが言ってるんですけど、うわー、滑るって言ってます。で、今のところも、橋が流されちゃってるんで、ジャンプで取り越えてね。ここも左行ったらアウトだから右行ってね、みたいな感じで、一応指示はしてくれてます。あ、結構早いんで、結構早いんで大変ですね。はい。あ、今変なとこ抜けちゃいましたね。壁の中飛んじゃいましたね。はい。もっともっと降りてきます。もう一回またジャンプするところがあります。ここですね。で、今、その先に見えたのがカステルガードの街です。はい。ということで、カステルガードの街の中に入りましたが、特定の家に入らないといけないんですが、まあね、下歩いていく必要ないんで、行ってきます。で、ダイレクトに隙間から入ります。OK。で、そちらの扉を抜けると、もう一つ先のマップに行きます。で、これ赤い兵がイギリス兵のはずなんですね。で、青い兵がフランス兵のはず。で、イギリス兵は、まあ、敵のはずなんですが、襲ってこないか。はい。で、ここは弓矢の練習場ですね。全部旗倒してね。弓矢ね、ちょいちょい武器として使うので、これは有用です。はい。で、宿屋に入ります。で、宿屋に入るときに、今そこに歩いてる人が、1階行ってもいいけど、2階には絶対に行くなよ、2階には行くなよって言われてます。そこで剣振ってる人が2人いるんですけど、お？抜けない。抜けない。今、ブリッジ使わないルートになってますね。通常であれば、2階に上がるときに、まあ、さっきのジャンプバグを使って、人を乗り越えて2階に行くんですが、やるかな？ああ、やりますね。やっぱりやるんだ。さっきの会話は必要だったのかな。今、ジャンプで無理やり抜けました。で、別の部屋に入る人があるので、ここを通っていくと、そのフランス兵の服があるんで、それを取ります。で、そうすると、エイトが2階にそのイギリス上がってくるから早く逃げろって言うんですけど、とりあえず逃げます。で、そこで今、一人、こっちに向かって殴ってくる人がいるんですけども、この人からこう、逃げながら行くと、イベントが次のシーンに始まります。はい。ということで、突然、戦闘イベントが始まります。はい。で、ここでは、ジョストという、その14世紀に行われていた競技みたいなものをやります。ん？なぜここで飛ぶんだい？ここで飛んでなかったよ。ちょっと待ってくださいね。ここは何を飛ぶんだ？また新しいグリッチを見つけた可能性がありますね。ジョストやらないのかな。本当はここで馬に乗って槍を持って一騎打ちで戦うイベントがあるんですけども、この人プロフェッサーです。この人を救助しないといけないです。教授ですね。この人はイギリスの王様が殴ってきてるよ。何これ。この人がまあイギリスの大将ですね。イギリス軍側の。で、左の人はね、そのジョストで戦う人なんですけども、遊んでる？何もしてこないですね。この杖はずっと使うんですけども、ここでやってる意味はちょっと。と後を見てみないとわからないですね。この人とは後で戦う予定なんですが。お、ヤイゴーと言いましたが、ここからまたやるのかな。あ、え、死んだ。左の人がいきなり倒れましたね。どういうこと？
ちょっとこの後に影響があるかもしれないです。はい、このままあのジョスト自体はあのやりますね。で、その馬に乗ってこう向かい合って走っていって、この縦に塞がれずに胸、ブレストプレートのところに当てるって感じです。今このまま行きます。で、胸を狙います。この槍の先端が胸に当たる。OK、これで勝ちです。はい、で、判定が縦とブレストプレートと胸があるんですね。で、ボディか、体があるんですけど、必ずこう、ブレストプレートの部分を狙う必要があります。これ2人目ですね。はい、この人、実は後からちょっと出てきます。はい、この人がガイデ・マレガント教ですね。OK。はい、でこの人はね、今までに1回も負けたことがない。あ、違うわ。この人の2人目だ。チャールズ・デ・ベリーさんですね。はい、なんかすごい残酷な人らしいんですけどね。1月で終わりです。はい、で、3人目。あ、生きてる。さっき、あの突然倒れた人、この人です。この人がガイデ・マレガント教ですね。で、この人は1回もこれで負けたことがないんですけど、さっきの通り、胸を狙わないといけないんですけど、この人頭狙ってくるんですね。なぜ負けたことがないかっていうと、頭を狙って相手をしちゃってるみたいですので、こっちも頭狙ってきます。ただこっちはあの普通に体狙います。で、この人はどうもブレストプレートの判定がないみたいで、4回ぐらい今、打ち合います。で、全部ボディ当てたら勝ちになります。で、もう少し、繰り返します。めっちゃ今、あの、槍が上向いてますよね、相手の。めっちゃ上狙ってくるんですよ。はい、まあ、ただね、きっちりこっちボディ当ててるんで大丈夫です。はい、そうなんです。これがね、騎士道というものらしいですよ。もう一回かな。ちょっとだけ時間があるので、このゲーム、Wikipedia で、タイムラインビデオゲームで検索すると、海外サイトの、海外のウィキペディアの方が出ます。アメリカのですね。で、そこの下に評価があるんですが、あまり好ましい評価ではないようですね。はい。ちょっとね、やんわりな感じの評価をされています。ただ、小説と映画は非常にいいです。はい。そうです。ここはね、大丈夫です。ゲームがちょっと、やんわりあれな感じになっているということですね。ということで、ジョスト終わりです。で、ここで、その今のオリバー教っていう、あの、まあ、ボスなんですけども、自分が開いた戦いなのに負けるなんてありえないだろう、この野郎ってめっちゃ怒ってるんですね。ということで、教授を連れてお城に戻ってきました。で、ここで、まあ、お城に入るにあたって、あの武器を募集されるんですけど、なぜかさっきまでブンブン振りましてた棒だけあの募集されてないです。これがもう大失敗ですね。でも、ここもめんどくさいんで、セーブロードを使って上に飛んでいきます。ちょっと失敗しましたね。OK。はい、そう、他の人には棒にしか見えない。で、これで教授が行ったところまで追っかけます。ここセーブレンダーするかな。お、今見つかっちゃいましたね。まあ、ほら、セーブ連打しますね。見つからないですね。さっきセーブしなかったら見つかったのに、セーブ連打したらなぜか見つからなくいってました。はい。ここ、ちょいちょいね、スニークミッションなので、見つからないようにするんですけども、セーブ連打していきます。はい、ここでちょっと隠れると、さっきのオリバー卿、その位置まずくない？で、ここで、その、まあ、我々がその教授を取り返しに来た人間だっていうのはもうバレていて、あいつら襲ってくるぞっていうのを言ってるんですけど、そのさっき戦ったガイですね、3人目に戦ってきた頭に狙ってくる人なんですが、あの人が、いや、そんなことはないよと、まだ誰もいないよっていうふうに言います。ただ、王様じゃない、オリバー卿は非常にこう、ね、警戒心が強くて、いや、絶対あいつらは来るぞと。で、表情の、まあ、味方であることはもう分かっているんで、あいつたちを助けたかったら、教授、まあ、ちょっと自分の部屋に来いと。で、教授の助言が、その、イギリス軍として、非常に助けになるものだったら、あいつらの命は助けてやるか、考えてやるよ、みたいな話をしています。はい。ということで、オリバー卿と教授は、そのまま、オリバー卿の私室に行きます。で、我々も、そのまま行く形ですね。はい、追っかけていきます。はい。とりあえずね、セーブ連打と、この辺を使う。ここ隠しですね。はい。で、これがケイトですね。で、向こうにいるのがプロフェッサー、教授ですね。ということで、あったんで、
ちょっと今のこのタイミングではまだ合流できない感じですね。はい。この書類が一体何なのか私には全く分かりません。映画にもこんなシーンはないです。なんかめっちゃ見えて、めっちゃバレてますけどね。めっちゃ後ろの二人見てますね。この人明らかにバレてますよね。めっちゃ見て、もう、そこ喋ってよかったんだ。ということで、ここ逃げるミッションになります。馬に乗って、この街の外の城門まで行きます。で、ここでも当然そのダメージ食らう要素がいくつかあるんで、ゼロになるまでに行かないといけないです。馬がその攻撃されると遅くなっちゃうんで、なるべくね、当たらないようにしないといけないんですが、その辺は途中で兵士が戦ってるシーンが出てきます。あと、看板があるんで、看板に当たってもダメです。今みたいなやつですね。あれもダメージくらいです。ちょっと減りましたね。はい。この火に突っ込んでもダメです。くらいます。今減りましたね。熱い熱い。ああ、光った。途中ね、フランスとイギリスが戦ってるんですよね。はい。ここもね、巻き添え食らわないように、かけていきましょう。で、ここ、鐘が12回鳴るまでに脱出しないといけないって話なんですけど、どう見ても12回鳴るまでにと思ったら、これ、スタックした？嘘嘘嘘嘘。ちょっとスタックしたっぽいですね、今。はい。ということで、先に行きます。馬も空を飛びましたね、今ちょっとだけ。はい。ペガサスかな？大丈夫か？ちょっと奏者の方も苦笑いしてる感じですが、はい、あ、今また鐘が鳴りましたね。さあ、どん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 街の外へ外へ今進んでいっています。はい。あ、ちょっとあと18しかないけど大丈夫か、大丈夫か、もうちょっともうちょっともうちょっと、もう少しでたどり着くんですが大丈夫か？いるかな？いいですね。もう大丈夫。13。OK ですね。はい、今、真正面にいたのがケイトですね。はい。ということで、今度は、とある方に会いに行くんですけども、そこに行くためのステージとなります。水車を通って、工場を抜けて、その人のところに行きます。でここもね、工場、あ、工場内、これ水車の中なんで、この歯車を通っていくんですけど、ここも、ジャンプバグを使っていくんですが、ある程度ちょっと今回妥協した感じですね。はい。で、そこに剣が2本あるはもらっていきましょうって言うんですけど、このゲームで剣を使うシーンがないので別にいらないです。はい。弓は言いますけどね、剣はいらない。で、途中途中回復あるんで、回復はしっかり取っていきましょう。ダメージは結構食らいます。はい。ここも抜けていきます。で、その後にね、ちょっとだけ戦うシーンが出てきます。真っ当に戦います。セーブ取りましたね。はい。ここも、ですね、ちょっとやり方悪いとゲームがクラッシュします、今のところ。なんで、セーフティーセーブ今取ってました。今回は大丈夫でしたね。はい、ここは突っ切ります。はい。世界記録ではあそこで2回クラッシュして、クライアント、ゲームが落ちてましたね。はい。さあ、どん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 バグを使って抜けていきます。で、ここですね。剣じゃない意味ですね。あそこに弓兵が2人いるんで、それを倒します。OK ですね。はい。では、行きましょう。はい。ということで、もうすぐその探していた人に会うんですが、この人がマーセラスという方なんですね。開かないかな。かな、はい、でここでマーカーもゲットします。で、マーセラスという方は実はもう殺されてしまっていて、残念ながら話をすることはできません。今拾ったのがマーカーですね。現代に戻るための、スイッチみたいなものですね。はい、でもう一つ、その先に行くにあたって秘密の通路の鍵が必要なんですけど、それを今入手しようとしています。はい、OK ですね。ということで、一旦ちょっと状況が悪いので、現代に帰ります。はい。今、装置を呼び出しましたね。マーカーを今ゲットしたので、一回戻ります。はい。
まあ、ただね、教授まだ助けてないんで、ちゃんとね、戻ります。で、この話は、用紙単位にまで戻してやるんですけど、ここで、原作にも出てくる転写ミスというものが発生します。転写ミスによって、クリス君は、身長が8センチになってしまいました。なんでこのスイッチがバカでかいんですね。先ほど映画の時はね、ずれるっていう転写ミスだったんですけど、もうサイズが全部ちっちゃくなります。で、またね、夫の方には行かないといけないんですけど、歩いていくと時間かかるんで、もうさっきそのデータを、人間のそのデータが入っていることを、まあ、装置、スイッチ機器ですかね。はい。それに乗って、行って、ちょっとだけなってます。まあ、普通の正常ルートです。はい。ここでね、液体ヘリウムがうんちゃらとかいろいろ言ってます。はい。ヘリウムとか超伝導体とか NMR っていうその MRI で使われる技術的な話も出てますね。はい、ということでちっちゃいままそのまま入ってもう一度14世紀に戻りますね。表情今度助けに行かないといけない。で、表情助けになったって隠し通路から行きます。これ原作通りです。で、その礼拝堂に隠し通路があって NMR ですね。はい。で、その隠し通路から、侵入していくことになります。はい。ということで、また14席に戻ってくると、なぜかその、礼拝堂の前に飛んでいきます。はい。非常にありがたいですね。探さなくてもいいと。で、ここで裏口があるんで、穴が開いちゃってるんで、そこから入ります。ここですね。で、ここも結構大変なんですけども、ジャンプバグ使ってご利用します。で、途中で実は出てきてるんですが、ここは隠し通路を開く、ギミックがあります。この赤い十字架に乗った状態で、石がぐる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 回ってるんですね。あれです。なんだろう。マリオ64の砂漠ステージのドッスンみたいな感じで穴が開いてるところがあるんで、そこを通すっていうのを3回やります。で、その間に今なんか謎の騎士が追っかけてきたと思うんですけど、あの人は狂気の騎士と言われている、なんかこの時代の最強の騎士らしいんですね。なんで、この人に見つからないように、殴られないようにしながら3つ目に乗ります。はい。来ないで、OK ですね。で、この3つ通ると、なんと隠し通路が開きます。どういうギミックになってるかは謎ですね。はい。で、この隠し通路は一体何なんだっていう話がここで出てくるんですけども、ここですね。はい。おや？はまった？はまった？もしかして。あ、やってしまったか。はまったな。ちょっとバグの悪用でスタックしたっぽいですね、今。まあね、昔のゲームなので仕方ないですね。ちゃんと歩いていきましょう。はい。結構ね、普段飛ばないところ飛んでるっぽいです、今。で、この先、その水路になってるんですね。実は、革新通路っていうのは、地下水路です。で、この船は実はボロいから気をつけてね、あんまりぶつからないよって言うんですけど、じゃあ船使わなきゃいいじゃんってことで、歩いてきます。でね、この水はね、このクリスクはなんと、水の上を歩けます。ので、自分で歩いてきます。はい。まあ、こうすればね、船が壊れる心配はまずない。で、のルートはね、今上でケイトさんが指示してくれているので、まあその通りに行けば、基本的には問題ないです。はい。結構ね、曲がりくねってるので、船で行くとここかなりきついんじゃないかなって見ながら思ってました。はい。ねえ、2000年の人間はね、まあこの14世紀の人間とは違ってね、高機能ですから、水の上を歩くなんていうのは簡単ですよね。はい。で、もうちょっと進んだら強制的に船が出てきます。はい。ただ、ここの状態ではもう船の耐久がないっぽくて、ぶつかってもそんなに大丈夫のはずです。はい、で、ここは右に行って、基本的に、正解が一つしかないっぽいんで、まあそれを選んだねっていうような流れです。あとは真ん中になるべく寄っておいてねって言われてますんで、基本的に真ん中のルートを通っていけばいいんじゃないかなというふうに思います。はい、
もうちょっとですね。さあ、いよいよもう、ほとんど最終盤ですね。もうすぐこのゲーム終了です。なんと、小説にして上下巻2冊。映画でも2時間ぐらいの作品を20分足らずで理解してしまうと。でも、映画見ても面白いと思うんで見てください。あんまりこう技術的に考えると突っ込みどころあるんですけど、そこはちょっと抜いた状態で見ると楽しめると思います。I run other小説も、小説がもうベストセラーなんでね、そちらが今、早川さんの方から日本語版も出てるはずなんで、そちらを読んでいただいたらいいんじゃないかなと。はい、今のところ明らかに飛ぶのおかしいんですよね。でもあれが通常ルートです。なぜあそこを船で行けたのか、ちょっとよくわからないですね。はい、ということで、ここでたどり着いたので、エイトと落ち合ったんですが、なぜかここでケイトは捕まっています。はい、なぜ捕まったのかがよくわかんないけど、カットシーン出るかな。ああ、ダメですね。今、レスキューケイト&ザ・プロフェッサーって出たと思うんですけど、気づいたら捕まってます。ということで、2人を助けに行くんですが、ここだけで使うバグがあります。裏からドアを開けます。はい、これもバグの悪用ですね。はい。で、ここ中庭抜けるなって言うんですけど、ここも無理やり中庭を抜けます。石の砲台っぽいのが飛んでくるのと、今弓が飛んできてるんですけど、それをご用意します。OK。あ、行き過ぎましたね、ちょっと。もう一回ちょっと塀の上に登りたいんで、もう一回登ります。OK。はい。で、ここにまた装置が、マーカーがもう動いちゃってるんで、さあ、はい。ということで、グッドゲームです。ということで、気づいたら、今ね、塀から登っただけなんですけど、ケイトとなんと教授が救助されて、かつ、現代に戻ることができました。いつ仲間になっ、いつね、救助したのか僕にはさっぱりわからないんですけども、救助してね、大丈夫になりました。ということで、ここで最後、ケイトが、やったわ、ここから脱出しましょうっていうのと、教授が、やりましたね、さあ、家に帰ろうって言ってるんですね。はい。まあ、一切出てこないんですけど。はい。勝手にね、なんか、救助されて、みんな、助かりました。ということで、14世紀から教授行っちゃったんで、助けに行ったという話でした。ということで、以上となります。本当に、現地もしくは映画を見られた方がいいんじゃないかなと思います。はい。以上、タイムライン 2% でした。はい。ありがとうございました。ということで、以上、私の時間もここまでとなりますので、最後に、お話だけさせてください。ですね、私の方が今回ね、アンタイトルグーストゲーム、カニの喧嘩、アイアムフィッシュで、PC ライバーのセルダ、そして今回のタイムラインの解説をさせていただきました。同じような形で、解説ゲームしてほしいという方がいらっしゃいました。全然そういった解説支援を今行っておりますので、もし、ね、そういったところでお困りの方いらっしゃいましたら、お声掛けいただければ、まあ、今みたいな感じで一人で喋るのもいいですし、まあ、先ほどのファクトリオのように、まあ、いろいろ応対して、話すこともできますので、ご相談くださいという自己紹介でした。はい。では、次の作品になります。担当こちらで終わりですので、お疲れ様でした。このままね、また、土曜、日曜日の朝まで、続きますので、お楽しみください。では、失礼いたします。We are going to take a quick break. We will be right back.